こんにちは、吉田さん。思えばですね、経営者のスタイルも結構変わってきて、いわゆる昔の経営者スタイルね。例えば工場長とかやって、あと社員を雇うとかバイトを雇うみたいな形とかね。要するに雇ってる人とかから見ると、みんなに同じことをやらせればいいわけなんですよ。そしてみんなで同じことをやれば、商品が同じものがたくさん作られる、こういうふうな大量生産大量消費の時代にはこれが通用したんでしょうけども、今はですね、どちらかというと少量生産少量消費なんですよね。だから数人の方のために少ない商品を作って、で在庫を残さないように売り切っていくって形です。ですんで、多分ね、商売がきつい方って相変わらず大量生産とか、あと大量消費できないのに少量消費をして大量在庫を残すっていう形を繰り返してるんじゃないですかね。で、大量在庫が残るもんだから、それを叩き売りするみたいなことを繰り返していってると。で、無理やり消費を起こしてるんだけども、だけどきついですよね。思えばね、そのエアコンとかっていうのはもう何台も、私この2、3年で10台ぐらい買ったんですけども、エアコンって型落ちっていうのがかなりあるんですよ。で、生産台数とか販売台数って予測できてるのに、ある意味余るように作ることをしないと工場のラインが稼働しないんでしょうね。だから5000しかいらないよっていうのに1万作って5000余らして、で、それによってね、価格の均衡を保って、で、価格の均衡を保って新製品で売った分の利益を持って、余った在庫の5000をこう赤字同然で売りさばいて、最終的な粗利に落ち着けるみたいなね。本当バーゲンセールありきでやってるんではないかなと思うんですよ。で、少量生産の少量消費の良いところっていうのは、例えば私商品1個とか作ればいいんですよね。1人の方のために1個作れば、それでちゃんと元が取れる形になってますし、そもそも発注がなければ商品作らないんで、まあ作り置きはないですよね。作り置きがあるとしたら、この頭脳の中にいろんなことを考えておいて、ストックしといて、それを組み合わせてアウトプットするために動画化するっていう、コンテンツ化するっていうことだけですから、だからオーダーがかかってから十分、一つのコンテンツを一人のために作ることもできると。でも世の中のニーズっていうのはある程度固まってくるんで、例えば私の放送に興味を持って近づいてくる方っていうのは、大体同じような状況だから、同じような悩みとか同じような解決方法が通用したりするんですよね。ですんで、500人1000人には共通したものはないけども、3人5人10人には共通したものっていうのは、割と狙って作れるんではないかなと思います。これが新しい時代の経営者じゃないですかね。古い時代の経営者っていうのは1対多数、それこそ1つの組織が1万人とか10万人に通用するものを最小公倍数的に作ればよかったんですけども、現在はより最小公倍数的なもの、最小公約数か、どう言ったらいいのかな まあワントゥーワンですよね。まあはっきり言うと、1人に対して1人の1つの商品作れば外れるわけがないし、その1人に対しての1つの商品っていうのが、ある程度の似たようなカテゴリーの人に受けていくってことでしょうね。だから多分個人メッセージの動画って再生数が1じゃないんですよね。いつやっても数十とかに上がるんですよ。というのは、似たような感覚で共感する人が、個人に対しての A さんに対してのメッセージに対して B さん以下30人くらいが反応して、なるほどなっていうふうに参考になるんですよね、きっとね。だからじゃないかなと思うんですよ。例えば分かっちゃいるんだけど動けませんとかね、忙しくて時間が作れませんっていうのは多分共通の悩みだと思うんですよ。それに対して回答してる動画って、同じような悩みを持った人に、すべからく共感するんだろうなってところがありますよね。だから新時代の経営者っていうのは、こういうふうにより少ない人のために労力を最大限発揮するということで、最小限の労力で最大限の人にアプローチしていくっていうのとは、だいぶ変わってきたんじゃないかなと思いますね。それからね、やっぱり時代の移り変わりってね、いいですよね。なんていうのかな、私なんてね、白黒テレビが家にあった時代から、カラーになり大型になり薄型になりみたいなところを見てきたんで、それこそ価格も変わってきてますね。で、車もそうですよ。日産のサニーみたいなのがね、昔あったんですけども、なんかその箱スカっていうのが当たり前のように走ってたんですよね。今じゃ貴重品ですよ。日産サニーもそうですしね、シビックっていうのもあったと思いますけども、今走ってるの見ないですもんね。で、まあ見りゃプリウスとかね、ベンツとかになってきて、今ね、ベンツも二束三文ですね。なんか30万で買えるベンツが山ほどあって、で、近所にもベンツ車庫に入れてる方多いんですけども、それなりにかっこいいんですけども、なんか値段が張ってるように見えてね、いや、なんかそのベンツに昔ほどの憧れはないですね。もう大衆車ですよね、ベンツって。ほんと単なる大衆車、それこそサニーと同じような感じで、あとデザインが気に入るかどうかの問題でね。まあ腐ってもたいと言いますか、大物の風格はありますけども、一通り化学しちゃったらね、ベンツの化学しちゃったら、
あの万田銀次郎のベンツですら200万ですからね、ブラバスですら。そう考えたらもう特にベンツへの憧れはもうないかなっていうところですね、うん、それよりも手に入りにくい国産の旧車の方がちょっと興味出てきましたね。R34 とかあの時代のやつとか、あ、知ってます？あのね、鹿児島にねチランっていう機種があるでしょ。 R33 をなんかゼロ戦風にデコレートした戦車みたいなね、あ、ゼロ戦みたいな R33 スカイラインってあるんですよ。でリベットすごい売ってね、2000個ぐらい売ってるらしいですね。でコクピットもゼロ戦仕様なんですよ。で白黒の写真が貼ってあって、本当に特攻に行く戦車じゃない、戦闘機ゼロ戦みたいなね格好でね、この前出てましたけどね、令和たけちゃんの動画で。いや、あれ吉田さん、あれ結構近くにいるんじゃないですか。会いに行ってもいいんじゃないですか。うん、同じとこに住んでるわけですから。いってらっしゃい。